桜橋人道橋は、歩行者が川、海、道路等を越えるために架けられた橋である。人道橋のうち、道路を越えるものを古道人道橋、線路を越えるものを古線人道橋という。また、道路橋に近接して架けられた人道橋を側道橋という。横断歩道橋やペデストリアンデッキは人道橋の一つである。土木構造物としての人道橋は、 以下のように分類される。小石川高楽園の八橋日本庭園などで設けられる歩道橋で、この名の由来は八橋柿椿園の柿椿の生育する池にある板の渡し橋が八つの板で、ジグザグに付けられて構成されているから来ている。現在では、八枚とは限らず、数枚の板を使って一直線でなく、ジグザグ橋にして、京子を出す。庭の橋は、 基本的に八橋と述べられる。またに池も柿畑の生育地とは限らず、花勝部の池などや湿地帯を人を渡らす場でジグザグ形式の橋は作られる。日本においては第二次世界大戦後の自動車の普及に伴う交通事故急増への対策として横断歩道橋が設置されるようになったのが人道橋の講師である。日本で最初の横断歩道橋は 1959年6月に愛知県西葛郡西浦島町の国道22号に設置されたものである。ただし人道橋としてはこれより前の1956年に東京都渋谷区の渋谷駅前に駅舎と商業ビル等を連絡する延長95メートル、福音8メートルの空中歩道が完成している。昭和40年代には 人工地盤が作られるようになり、その後、都市景観整備の一環として、ペデストリアンデッキが整備されるようになった。日本で初めてのペデストリアンデッキは1966年に、東京都渋谷区の宮下公園に人工地盤として建設されたものである。1972年には、市街地再開発事業に伴い、千葉県柏市の柏駅、東口駅前に、 本格的なペデストリアンデッキが設置された。ペデストリアンデッキはこれを機に日本全国に広まった。法的には1965年の道路法改正で横断歩道橋が規定された。また、1968年の都市計画法改正では歩行者専用道路が、1970年の道路構造令改正では自転車専用道路等がそれぞれ規定された。 ありがとうございます。